コーナーより後藤博樹、竹村克志入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーより田口龍介、マスクドパンサー入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。竹村いけ。タッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー、178センチ、95キロ、竹村勝志。180センチ、90キロ、後藤弘樹。赤コーナー、173センチ、84キロ、ガンガンいけ、マスクドパンサー田口。180センチ、91キロ、田口ゆうすけ。何つけ。レフリー山本虎鉄。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。ストマックを狙ってまいります。キックを打っていきます。ブロックします。気合を入れてまいります。ドロップキックであります。腕をフックします。あと逆に丸めていった。ロープブレイクです。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。掴みます。逆に返します。ブレーンバスターに取ります。バックに回って肘を打ち込んでまいります。キックで返します。エルボーを入れていきます。ドロップキック。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。ガードします。ストンピングです。ガードします。ストンピング、蹴りつけてまいります。
します。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。行くのか。フライングメイヤー、チキンウィングフェイスロックの体勢。ロックアップ、コーナーに振った。切り返します。2位を落としてまいります。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。投げてまいります。羽織り式で決めてまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーですから言えることは許されませんからね。組み合います。あと返します。ここでタッチです。抱えます。逆に投げてまいります。行くのか。リング下に落とします。この辺りの空中殺法をご覧になっていかがですか。そうですね、こういった飛び技は高さがありますからね、見た目以上にダメージがあるんですよ。そうですか。掴んだ。させません。スイッチしてまいります。うまく切り返した。ショルダータックル、なぎ倒し。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。フロントキック、腕をフックした。人間風車で固めていった。返した返した、返しました。組み合った。正面から投げていった。コーナーに登って急降下にトラップ。頭を掴んでエルボーを入れていく。ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。スリーパーで頸動脈を締め付ける。ドロップキック、湧いてこい俺の力。立たせていく、蹴り上げていく。エルボーを打ち込む。抜くのか。エルボー強烈、いけるか。逆に返した。腕を狙っていった。ストッピングを叩き込む。強烈ダブルに。抱えた。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。打ち込んでいく。ストンピング強烈、引き起こす。小脇に抱えた。バックドロップ、綺麗にこう描いた。抱き起こす。タイガーサプライズ。岸壁の母の胸に抱かれました。ダブルアームで投げていった。
ました。あっと逆に蹴っていった、フロントから投げていった。タイガー行くのか、バックを取ってシャーマー、高いブリッジ、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよ。起こした、ここで持っていくのか、抱えた、ダイアスプレックス、もうこの原爆ロープブレイク、放っていくのか、リングに戻ります。ドロップキック強烈、組み合った、逆に振り返して、ドロップキックが突き刺さる、ここでタッチだ、一気に行くのか、ガジェット組み合った、場外に落とした、場外に降りる、蹴っていった、いけるか、お気をつけください、キック蹴り上げていく、キック戻ります、ブロックした、ここでスイッチ、強烈に決めていった、ここでロープブレイク、腕を取った、腕を壊しにいった、腕を取った、あと逆に返した、コーナーよりブルーウルフ入場。さあ、草原の青き狼、猛虎老星ブルーウルフが入ってまいります。赤コーナーより山本直文入場。さあ、期待のヤングライオン山本直文が入場してまいります。
山本シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー183センチ110キロ、赤コーナー186センチ102キロ、山本直文。レフリー和田恭平。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。切り返します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。ハンマーを打ち込んでいきます。起こしてまいります。行くのか、ロープに振った。蹴ってまいります。掴みます。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。グラウンドでのヘッドロックであります。組み合います。逆に振り返した。そのまま倒します。この辺りのグラウンド殺法なんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。腕を狙ってまいります。さあ、未来のエースを夢見て、今夜も熱いファイトであります。日々の厳しい練習と試合に耐え、牙を磨いていくこの若きライオンが、早くも気合十分、戦いのアドレナリンも一気に上昇中。させません。キックを打っていきます。掴んだ。エルボーを入れていきます。掴んだ。エルボー、組みに行きます。お気をつけください。あっと、エルボー。あっと、逆に切り返した。リング内に戻ります。掴みます。エルボーを入れていきます。フロントからのキック、ロックアップ、逆に倒します。抱えます。ブレンバスターで切り返します。やっと投げ倒し、強烈に締め上げてまいります。ロープに逃れました。掴んだ。キックで返します。腕を回します。逆に投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。巻き投げで切り返します。引き起こします。バックに回ります。あっと、返します。起こします。組み合います。返してまいります。小脇に抱えます。エルボーで返します。ショルダータックルで倒します。体を預けます。ロープにブレイクしました。腕を捉えます。逆に腕を取ります。腕攻めに転じます。
ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。行くのか、ロープに振ってランニングしたエルボー。ああこの辺り気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。リング下に降ります。バックを取ります。逆に返します。ストンピングを叩き込む。抱えた、サンド仕込みのスーパックス。立たせていく。ブリザードで投げていった。引き起こす。ライアット打ってる方も辛いはずですよ。はい、チョッパー、あと迎撃した。ドロップキック強烈。逆水平組み合った。強烈に叩きつける。返していった。バックを取ってエルボーで切り返す。やっと投げ倒し。強烈に決めていった。地球選手権試合、青コーナーより挑戦者、世紀末覇王北斗の名のもとに、ジョシュ・バーネット入場。アルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。赤コーナーよりチャンピオン、アンダーサーティに未来を託せ、棚橋博史入場。
ネットアンダーサーティ無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者191センチ117キロ ジョシュパーネット。赤コーナーチャンピオン181センチ107キロ棚橋ヒロシ。レフリーレッドシューズウンド。ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。打点の高いエルボーフライングフォーアーム、意地を打ち込んでまいります。リング下に降ります。見に行きます。お気をつけください。張ってまいります。フロントに捉えます。エルボーローを打ち込みます。リング内に戻ります。乾いた音が館内に響きます。張ります。足を取ります。レッグロックに持っていった。ロープブレイクです。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。フロントから投げてまいります。この当たりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。腕を捉えます。チキンウィングに固めてまいります。ひとたびリングを離れれば、日本文化をこよなく愛する爽やかな青年であります、このジョシュ・バーネット。しかしながらこの男、アルティメットのリングではベビーフェイスアサシンの異名を持つ荒くれ者。今宵のリングでもその殺し屋の顔を見せていくのでありましょうか。ブロックします。ガードします。外してまいります。抱えます。フロントから反り投げ気味に投げてまいります。ブロックします。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。逆に返します。グラウンドでのスリーパーであります。打ち込んでまいります。この辺り入ってますね。そうですね、こういうのは想像以上に効いてますよ。ええ、逆に振り返した。させません。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。ガードします。ブロックします。腰を落とします。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。腕をフックします。正面からの投げを見舞います。このポーズです。蹴ってまいります。ガードします。ストンピングです。行くのか。コーナーに振った。ドロップキックを見舞ってまいります。エルボードロップを落としてまいります。ロックアップ。逆に振り返して2位を突き上げます。組み合います。逆に倒します。あっと返します。ドロップキック。抱えます。耐えます。
小手抱えます。サイドスープレックスで叩きつけます。ラフ殺法に転じます。あっと逆に捉えた。キックで返します。腕をフックします。振りほどきます。腕をフックします。エルボーを入れていきます。行くのか、返してまいります。あっとエルボー組みに行きます。切り返します。フライのフォーアームを放ってまいります。エルボーで返します。抱えます。フロントのヘッドロックに取ります。足を抱えます。あっと逆に蹴っていった。抱えた。あっと逆に投げていった。キック10分経過。あっとストライクの当たり。羽織り式のフェイスロックを決めていった。ノープブレイク。いけるか。ロープに振った。組み合った。場外に落とした。ブランチャー起こした。ウルネルソンの体勢、逆に返した。リングに戻ります。リングに戻ります。掴んだ。あっと後ろに投げていった。馬乗りから装填を打ち込む。足を抱えた。ここがチャンスですね。ええ、ここは一気に行くしかないですよ。決まり具合いかがですか。これはがっつり決まってますよ。腕をフックした。おっとそのまま後ろに投げていった。ハイキック側頭部カバーの体勢。ロープブレイク、ロープブレイク。足を取った。立たせていく。バックに回った。これ危ないですよ。脳天粉砕か。腰に手を回した。読んでいます。まさに読み切り小説。技の仕掛け早いですね。勝ちにいってますね。フロントにトラック。フロントからの投げに転じる。エビに固める。逆に腕を取った。15分経過。15 minutes パール。エルボー打ち込む。片エビに持ち込む。カウント2で返します。すごい音がした。打たせない。張った。ガジェットく飛びついて足を取った。あと逆に倒した。一気に決めていった。ここで無念のゴング。
IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム邪道下道入場。赤コーナーよりチャンピオンチーム金本浩二、成瀬正幸入場。ベルトとともに今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、174センチ、90キロ、ゲドーゲドーゲドー、180センチ、96キロ、ジャドー。赤コーナーチャンピオンチーム、173センチ、95キロ、成瀬正幸、180センチ、90キロ、金本浩二。レフリーレッドシューズ運動。が打ち鳴らされてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。あっとエルボー、行くのか、あっと倒します。エルボードロップ、ガードします。ドロップキックを見舞ってまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。組み合います。逆に返します。
行してまいります。腕を回します。逆に投げ打ってまいります。ロックアップ、あっと返します。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。ロープに振った。スイッチしてまいります。抱えます。膝を入れていきます。蹴りを見舞ってまいります。投げてまいります。チンロックで固めてまいります。ロープブレイク、鋭いキックです。テイクダウン、エルボードロップ落としてまいります。フロントからのキック、ロックアップ、返してまいります。このポーズです。組みに行きます。正面から投げを見舞います。組み合います。顎を打ち捨ててまいります。フィストドロップ、行くのか。そのまま投げ投げてまいります。組みに行きます。場外に落とします。リング下に降ります。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。フェイスロックに入ります。チョップが上がってまいります。させません、ブレンバスターに取ります。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですね。エルボーでブロック、バックドロップの体勢、岩石落としで叩きつけます。キック攻撃を見舞います。足を抱えます。エンジン蹴り、顔面に打ち込んでまいります。蹴ってまいります。ラリアット、相手を挑発してまいります。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。掴みます。キックで返します。あっと、キャッチした。円錐切り、相手を挑発してまいります。体を預けます。ボールを返します。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。顔面に突き刺さります。行くのか、逆に倒します。ローキック、組み合います。コーナーに振った。10分経過、ジャンピング2、グラウンドでのスリーパーであります。ここでタッチです。ロックアップ、そのまま倒してまいります。起こします。腰を落とします。逆に切り返します。ロープにブレイクしました。
抱えます。リバースで返します。腕をフックします。ブレーンバスターで切り返します。ロープブレイクです。掴んだ。あっと逆に丸めていった。カウント2つで返してまいります。行くのか。切り返します。気合を入れてまいります。スタンディングを取らせます。バックに回ります。こういう投げ技っていうのは一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。ああなるほど。まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい。膝へのキックです。ロックアップ。切り返します。リング上は STF の体勢です。ロープに逃れました。掴んだ。パンチで返します。掴んだ。逆に返します。抱えます。ブレインバスターで叩きつける。バックを取って抱え上げてバックドロップ。打ち込んでいく。首をかっ切るのか。ガチッと組み合った。逆に返した。ロープに飛ばした。足を抱えた。ドラゴンスクリーンで倒した。一気にスパークするのか。ストッピング強烈。いけるか。あっと返した。エルボードロップ強烈。水平打ち。キック抱えた。ブレーンバスターで投げつける。そばっと鋭い。このポーズ。起こした。腕をフックした。シュミット式で落としていった。掴んだ。シュミット流で倒していった。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。合体してのパワーアッパー。あっと急所攻撃。腕を取った。腕を壊しに行った。ここでタッチだ。感極まって泣き出している女性ファンもいます。あーエクスタシークライマックス。3つは入りません。腕をフックした。DDT。
ローブリフって20で切り返した。20ミニッツパス。これで決まったか。カウント2。首根っこを掴んだ。あっとジャブ。さあ決まるか。